今回ワークショップを通じてですね、就職活動で必要な力だったりとか、自分のキャリアを切り開く力、まあ、そういったものをぜひ身につけてほしいなと思います。今回2年生対象のワークショップということで、東急電鉄という鉄道会社が今何をしていて、まあ、そこにどういうプレゼンをしていくかっていう、まあ、提案自体非常に楽しみにしています。今回のワークショップを通じて自分の本質を少し知ることができたので、弱みや強みをこれからの3年間2年間でもっと勉強していきたいと思っています。こう協力して企画するってすごい大事だなって思いました。プレゼンも初めてしたので大変だったんですけど、とにかく楽しくできてよかったです。自分の思っている信念などを熱い心を持って他の人に伝えることの大切さと、あと他の人の意見などを聞く大切さを学ぶことができました。そしてそれらを取り入れることによって最高のプレゼンを成功させることができたと思います。2日間の中ですごく僕が言ったことがですね、皆さんすごく受け入れて響いていたんじゃないかなと思います。本当に皆さんの成長が3日間で感じられました。今回3日間という、大変短い期間でしたが、学生それぞれいろんな体験もしつつ、情報も得て、いろいろと学びがあったのかなと思います。ぜひこの経験知識を就職活動や今後のキャリアに生かしてもらえればと思っております。学生たちが一生懸命にチームワークを組んでやっているところに感銘を受けました。また三淵さんなんかも大変高く評価していただきましたので、嬉しく思っています。